はい、皆さんこんにちは。チャンネルダットの時間です。大事です。サクです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日はですね、はい、本当はもうちょっとタイムリーな時に、うん、やろうと思ってた方のランキングが、ちょっと遅くなっちゃったんですよ、撮るのが。一人紹介したい声優さんがいまして、はい、やっていきたいと思います。誰かと申しますと、はい、川西健吾さんです。はい、はい、ちょっと思い浮かばないみたいなことをさっき言ってましたけど、うんうんうん、でもまあどっかで仕事は してまあそうだね、まあ、そういう人多いよね。だって今みたいに名前がこんな地位が上がる前とかだもんね、たくさんがやってたもんね。まあそうですね、その頃の方はもうだいぶもうベテランさんだもんね。もうベテラン、そうですね、もうベテランになっちゃってるんで ね、はい、ハム太郎さんとかね。そうですねまあそんな感じで、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、それではですね、川西健吾さんのね、簡単なプロフィールを、はい、大阪府出身の男性声優さんですね。1985年2月18日まで、オフィス薫をそしてフリーを経て、現在はマウスプロモーション所属ですね。で、血液型 A 型、身長は158センチとかなり小柄だそうです。はい、インタビューでは、頑固で人付き合いの苦手な性格と自己分析をしていると。中性的なハイトーンボイスが特徴で、3月のライオンの原作者である、うん、海の千佳さんからは、はい、輝く闇の声と中日チックな評価を受けている。なるほど、はい、石田明と声質が似てると言われていることがあるが、本人も石田のように我が道を行く個性的な役者を目指したいとしているということですね。はい、ちょっとね、分からない方もいるかもしれないですけども、この後ランキング聞けばあーってなると思いますので、はい、行きますよ。第5位は、はい、お願いします。はい、第5位はですね、矢幅茂、はい、ハイキューですね。おー、ハイキュー、バレーのやつですよね。ちょっとまあ、はい、アニメも原作も見てないんで、うんうん、分かんないです。いや、ジャンプでしたっけ、ハイキュー、マガジンでしたっけ。いや、ジャンプ、ジャンプですよね、確かね、ジャンプのやつですね。はい、うん、のどのどのクラスの、ね、方なんですかね。ごめんなさい、ちょっとこれ、あの前の資料なんで、あの細かく調べてなかった、うん、あんまり分からなくてごめんなさい、ね、です。分かってる方はあーって多分思ってると思いますけど、 IQ ファンに怒られますね。怒られますね、ごめんなさいね。ちょっとね、世代的にあんまちょっとアニメも最近ちょっとこう YouTube やるようになってからチェックしてるけど、それまでもうだってもう見てなかったもん、あんまりもうぶっちゃけちゃった、ぶっちゃけちゃった、まあ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 、ガンダムぐらいしか見てなかった。それもあのオンタイムで見るとかなかったからね。もう、まあ、仕事やってますから、はい、劇団時代とかもあんまり見てなかったんで、まあまあまあね、はい、はい、それでは第4位、第4位、はい、第4位は朝霧源、ドクターストーンですね。ああ、ドクターストーン、はい、ドクターストーンの、あのあれです、あの心理学者みたいなポジションにいる子ですね、うんうん、はいはいはい、これも、まあまあ、あれ、これもジャンプか、これもジャンプですね。ドクターストーンも、この間第1シーズンの続きから、まあ、とにかく1回終わって、うん、また続きから、秋だったか冬だったかで続きが、今途中で終わってるんで、冒険出て途中で終わってるんで、多分すごい面白くなって、まあ面白いです、個人的な、今回の夏アニメ、はい、2023年夏アニメは、続きものが面白かったです。なるほど。なんか去年の夏はリコリス、うんうん、リコリコとか、はいはい、あのオリジナルでガンがあったけど、まああったんでしょうけど、自分のチェックしてる感じではちょっと続きものが面白かったかなっていう印象があって、うんうん、はい、ドクターストーンも面白いんでね、ぜひ見てもらえればと思います。はい、第3位はですね、つつじもり、ロショウ、ヒプノシスマイクですね。これキングレコードが手がけるラップバトルのアニメ、あれ難しそうですけどね、プノシスマイプ、でも全然わかんないんで、わかんないんですけど、有名ですよ、結構ね。まあそうですね、はい、今最近顔出ししてる木村昴君とかも、うん、多分ね、そうそう、ラップ得意でっていうのでこう採用されてた。ラップも今ラップバトルとかも流行ってるし、YouTube なんかでいっぱい、ね、うん、出てくるしね。はい、はい、本当に、だからこのヒプノシスマイクは本当になんか異色の、まあ、いやー、異色のアニメでしたね、かなって気がしますよね。うん、はい、はいはい、では第2位いきますよ。はい、第2位、これは俺も大好きです。お、三日月オーガス、お、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズの主人公ですね。オルフェンズですね。あーね、オルフェンズはね、
絶対見た方がいい。あ、ガンダム好きとしては絶対、あのね、ガンダム、まあ俺ら世代って、うん、結局富野義行さんの手掛けてたその初代ファーストから、うん、そっちがガンダムで、もうあの、うん、で、その後シードで、シードでも、はいはい、まあ違うんだ、なんだシードで、あのファーストのなんとなくストーリー、全く同じじゃないですか、うん、違うストーリーなんだけど、なんとなくこう似たような、主人公成長的にはもう似たような感じをこう辿っていくんですけど、はい、あのだからまあ新しいファーストの位置のなんかガンダムみたいな感じで、でこの鉄血のオルフェンズは、まあある意味その G ガンダムと同じ感じで全く別物ですね、はいはい、めちゃめちゃ強いとかじゃ強いんですけど、なんつうのかな、あのビーム投降とかじゃなくて、本当にあの戦車がロボットになってちょっと性能が良くなって戦ってるみたいな感じなんで、はいはいはい、すごいね、熱い男たちの物語だし、でだからリアルロボットとちょっとスーパーロボット要素が少し入ったような感じ、そうそうそう、だからっていうんですかね、 V ガンダムみたいにあんなめちゃくちゃ強くなったりとかそういうのはないんで、はい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 、どう面白いと思います、わかりますわかります、はい、もう絶対面白いと思うんで、うん、俺ガンダムの、 あの中ではあのトップ3にこの鉄血のオルフェンズが入るんで、ストーリーめちゃめちゃいいんで本当見てほしいかな。手書きでガンダム変えたらしいんで大変だったらしいです現場は。ああそうなんだ、手書きで書いたんだで聞いてます。ああねえ、はい、ね、アニメ作るの大変なんですよ、アニメ作るの大変なんで、その話も今度取りますね。はい、じゃあ、はい、すいません、はい、第1位いきます。第1位なんだろう。第1位は時任務一郎の鬼滅の刃です。あー、この中にも里編に合わせて本当は取ろうと思ってもう終わっちゃったんですけど、うん、まあまあまあでもね、はい、時任務一郎、まあ良かったです。刀鍛冶の里編見ましたけど、うんうん、面白かった。時任務一郎すごい良かった、良かったですね、うん、良かった良かった。すみません、うん、うん、そうだから朝霧源4位のね、朝霧源とかのちょっとギャグ系のキャラもできて、三日月オーガスギャグとか言わないんで、ああ結構もういい、いい男、いい男というか、うんうんうん、で感じ。時任務一郎は三日月オーガスちょっと似てるかな。でもちょっと時任務一郎の方があれ似てるかな、似た感じなキャラとか、なんとなくね、はい、はい、時任務一郎、まあ鬼滅の刃も面白いんでね、はい、次が楽しみだし、次は映画なのかな、多分順番的に映画じゃないかな、多分ね、映画ですよね、はい、楽しみだと、楽しみです、はい、はい、まあこんな感じで、じゃあまとめて、はい、はい、はい、おさらいすると、はい、第5位はやはり、すごい、やはばしげる、第4位が朝霧天、はい、で第3位がつつじもりろしょう、はい、ちなみに振り仮名振ってあるから読めてます。読めねえよこんなの。ヒプノシスマイクの方ですね、はい、第2位が三日月オーガス、はい、第1位が時任務一郎、はい、ハルヒケン、これからもね、いっぱいいろんな役やられていくんでしょうか、まあ、そうですね、チェックしてみるとよろしいんじゃないでしょうか、はい、チャンネル登録と高評価もぜひぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。絶対に